1>, 1番は「える」です。ここでは「える」の2つの意味を紹介します。1「える」は「手に入れる」自分が努力して自分のものにするという意味です。例えば「利益を得る」「勝利を得る」「機能 よ「ようやく弁護士の資格を得てとても嬉しかった」「昨日ようやく弁護士の資格を得てとても嬉しかった」2、L「L」は動詞のマス形のあとにつけてあることの可能性を表します。 具体的な使い方は文法のところで説明します。この使い方でよく使う表現はありえないです。5番から7番までは就職に関する単語です。就職先、就職率、就職難、 就職というのは仕事を見つけて新しい職場を得るという意味です。就職は名詞ですが、するをつけることによってグループ3の動詞になります。就職する。よく助詞にと一緒に使います。例えば、銀行に就職する。 小社に就職する今回の新しい単語は就職の関連単語です就職先は新しい職場という意味です就職率は求職者のうち就職した人の割合です就職難 は、社会経済の不況などにより求人数が少なくて職に就くのが難しいということです。8番は「魅力」です。魅力は名詞です。人の心を引きつける力という意味です。例えば「魅力のある女性」「魅力を感じる」 何々は魅力がある、ない。魅力を感じる、感じないという使い方があります。な形容詞として、魅力的だ。魅力的なと使うことも多いです。それは私にとって魅力的な提案です。